開催が1年延期をされて、さまざまな制約の下での大会となりましたけれども、開催国としての責任を果たして無事に終えることができたと思っています。国民の皆さんのご理解とご協力の賜物であり、皆さんに心から感謝を申し上げたいと思っています。感染対策について、これ海外からは厳しすぎるという声もありましたが、日本だからできたと評価する声も聞かれております。大会の関係者とか医療関係者、ボランティアの皆さん、こうした皆さんのご協力、また全ての皆さんのご協力に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。それでようやく